センスウォールアナシストの南野さん、コップたちから大注目される。投稿頑張るので、チャンネル登録お願いします。南野拓実は今日のベトナム戦で5本のシュートを放った。遠藤と南野の相性は本当にいい。LFC 元 LFC コンビはとてもいい。彼はすでにアントニーより優れている。今季の南野拓実は別次元。賞賛に値する。2ゴールと1アシストでピッチを去るとは。南野拓実のプレーは素晴らしかった。今大会での活躍が待ち遠しい。日本の4ゴールのうち3ゴールに貢献しただけでなく、南野のカウンタープレスもこの勝利には欠かせなかった。なぜ彼を活かせたのか。彼がまだ28歳であることに驚いている。あと4、5年はトップレベルでプレイできる。遠藤と同じピッチで見たい。お願いだ、どうにかして南野をもう一度アンフィールドで見たいんだ。本当にハンサムだ。ホットな話題から現地の声まで、他とは違った視点で情報発信しています。ぜひチャンネル登録お願いいたします。